はい、皆様、静止画かと思いましたか？藤井陽平のヨーチャンネル。はーい、いい野球。うん。それで、昨日、あれですね、本を読んでいて、はい、やはり運動がなんかこう、記憶だったり、まあ、学生の方だったら勉強の向上にいいっていうところで、やはり運動する習慣、身につけた人の方が学力テストとかっていうのはいいらしいですね。あとは最近やっぱりこう進化してパソコンだったり、まあスマートフォンでもか、こうマルチタスキング、いろんな行いをこう並列っていうか同時にこなすことできるようになってきた時代。ただマルチタスクに関する考察っていうところでは、やはり物事っていうのは人間の限界で一つのことをこなした方がより正確にできるし、記憶への定着だったり作業効率っていうところでも、結局はやっぱシングルタスクの方がいいとかっていうのが、まあ実証されてるらしいですね。やはり人間の脳がこう2つの物事をこなすのはなかなか難しく、まあ、ピアノだったら両手で弾くっていうのもなんかこう脳を同時になんかいろんなところをこう使うらしいですが、マルチタスクに関することは脳の何かがこう入れ替わってこなすから、やはりこう注意散漫か散漫だったり、いろんなところでまあ弊害というか効率とかっていうのは落ちるみたいなことが載っておりました。まあ自分自身も結構マルチタスクかやりがちだなぁなんていうのはちょっと思ったりしていて、まあそれだったらばやっぱまあシングルタスクでこうトゥードゥーリストにしてこう一つずつこう埋めていく方がいいのかとかっていうのはちょっと思ったりしました。あとはやっぱりいろんな本に書いてある、人間の脳の配線は切り替えることができる、それは習慣が一番最もこう習慣によって人間はやっぱ形成されるらしくて、習慣をこう良い習慣とかを身につけることによって、やっぱ人間のこの脳の配線っていうのはなんか切り替わるっていうのを読んでいて、おなるほどなっていうのをちょっと思ったりしました。そんなことを言っていても3連休、自分はこの大自然の中にいて、やっぱ大自然の中にいるとこう凛とずるし身も引き締まる、それプラス森林浴、昨日なんてあの満月見ながらこう散歩っていうことをしていたら、やっぱりこうもう何も考えない、もうやっぱりジョブズが言う直感に従えみたいなあれって本当だなっていうのをちょっと思いました。やっぱりこう思考を使うことによって、こうどうだな、思考を使う場っていうのも大切だと思いますが、思考を使わない場、時々は直感、これを働かせることによっての何かこうひらめきだったりこう想像、というのは出てくるのかなっていうふうに思ったりいたしました。やはりいろいろなバイアスが加わって、そうだな、なんかこう早期こうもっと消化とか、いろいろこうひらめき、やっぱりそこまでできたらいいのかななんて思う今日この頃です。はい、それでは皆様ゆっくり3連休楽しんでいきましょう。またね。